久保さん、今回郷ひろみにしましょうか。郷ひろみ、ちょっと土下座の続きなんですけど、土下座で思い出して、今年のお正月に格付けランキングっていう番組やってて、郷ひろみさんがね、なんか最後浜田さんがなんか2点か3点やると、土下座しろみたいなね。土下座したら、ボーナス点いいよと、最後司会の浜ちゃんが言うんですけど、で、ゴーさんが、え、いいんすかみたいな。土下座ぐらいでいいんですかみたいな。で、こっちにヒロミがいるんだけど、ヒロミはたじらってるんだけど、ゴーヒロミさんが、いや、土下座ぐらいでそのもらえるのって全然やりますよ、みたいな。いくらでも頭下げますよ、みたいな。僕ね、すげえ名言だと思うんですよね。スーパースター、ゴーヒロミが、それぐらい、その程度、頭下げるぐらいで、そんなやるんだったらいくらでも頭下げるよっていう、僕はここになんか凄さを感じましたね。なんか芸能界で生き残ってきた、このなんだろうな、垣間見れましたね。その程度でいいんですかみたいな。土下座程度でいいのかみたいなね。いや、僕はすごいなと思いましたね。で、それはね、何の躊躇もなくスパッと言ってたのが僕は感動しましたけどね。久保さんの何でしたっけ？久保さんの話なんだっけな。ああ、じゃあ、マージャン、債務者の親父ですね。債務者の親父いっぱいいるからね。債務者の親父。債務者の親父いっぱいいすぎてるからね。まあでもね、結構ね、一緒に戦いますよね。なんか武器使って。協力してみたいな。債務者の親父は僕はね、あんまり、あれっすね。なんか、でもね、債務者の親父がいるから、主役が、萬田銀次郎が、僕はね、どちらかというと、女の人いるじゃないですか、あの時の役、南の帝王の、女、僕ね、二人好きなんですよ、女役。女役の、南の帝王の、石川、川島直美さんもいたね。この武井みどりさんと、僕は、武井みどりさんと、石野陽子だ。石野陽子さんと武井みどりさんのこのタッグが好きです。石野陽子さんと。で、石野陽子さんと、この武井みどりさんのこの2人がね、金ちゃん。まず、このね、石野陽子さんが、萬田銀次郎にね、なんとかならんの？みたいな。なんとかならんの？ っていう 石野陽子さんがこうね、言うわけですよ。で、武井みどりさんかぶせてね、武井みどりさんかぶせて、なんかちょっとロジカル的に、なんかちょっとこうかぶせてこうやって、これが好きですね。なんとかならんの？みたいな。そう。このね、僕ね、二人好きですね。いや、この二人僕好きだなぁ。この石野陽子さんと武井みどりさんのこの二人なんですよ。これがいい。そう。よかったっすね。で、あと山本太郎っすね。山本太郎。山本太郎がいる場合は、兄貴みたいな。あれですよね、こう。あれいいっすよね。で、武井みどりさんがなんかちょっとまとめてくれるというかね、その
まずなんか火種役が石野陽子さんで、で盛り上げ役が山本太郎で、でまとめ役が武井みどりみたいな で竹内力動くみたいな。これもうすごいいいっすね。もう武井みどりさん63歳なんだ。いや、今度よかったね。石野陽子さんもいい味出してるよ、この人も。よかった。あ、川島なおみさんの時もよかったっすね。川島なおみさんも結構よかったっすね。川島なおみさんもよかったな。ちょっと探偵っぽくてね、ちょっと切れる感じで。そう、川島なおみさんとこ、まあ3人さね、この3人。まあそんなにいないんだけどね。そう。まあいいや、いってらっしゃい。